本日の日経平均はマイナス368ポイントでした。今までの硬直を打破するかのごとく大きくされましたね。私の資産は8万円くらい吹っ飛びました。連日お伝えしとる通り、米国の金利が逆流してくるやでしとるわけです。金利が上がると株価は下がります。米国のニューヨークダウは前日比マイナス 697% と下降トレンド転換を形成しております。来るぞ来るぞと言われとる大暴落ですが、そんなのは本当に来るのか、いつ来るのかなんて誰にも分かりません。そんなもの来ないかもしれません。つまり未来を知れない私たちにできることは、暴落が来ても暴落が来なくても儲かるような投資をしましょうね、と。そういうことです。私はしこたま株を買っとりますが、ここから資産の100万から200万円くらい下がっても全然勝てるようにやっとるわけです。個人的な観測ですが、今年の相場は上がるとは思いますが、短期的には割とえぐい下げが何度かありそうな感じもします。シートベルトを締めて事故っても死なないようにしときましょう。てんてけてん。相場サイクル的にはいつパニック相場が来てもおかしくないシビアな局面です。しかし銘柄によっては株価は大きく上昇しており、様子見だけでは機会損失してしまう難しさもあります。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん。皆さん今日もお疲れ様でした。投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる5銘柄ご紹介します。てんてけてん。6586マキタ。私が一生お付き合いするであろう大好きな銘柄です。割と底値でマキタが安いとお知らせしており、その頃に買われた人は大体儲かってると思います。私は10万円くらいの含み益になった時にほとんど売っ払ったので、今はちょっとしか持っておりません。で、今日のマキタはマイナス 7.3% と大きく下げております。米国のホームセンターが予想外の減収となり、電動工具のマキタが連想売りされたような感じとのことです。このニュースを見て賢明な投資家はマキタのことなんかはどうでもいいことだと思うわけです。重要なポイントは、米国のリセッションが目に見える形でじわじわと訪れているんですよ、と。そういうことです。ちなみにマキタは下がったらいくらでも難品しますよ。けど私の持ち株はまだまだ含み益なので、もっと下がらないと買い増ししません。買い推奨度は 30% です。4568第一三共。難品投資家の私にしては珍しく、本日この位置から買い参戦しました。制約で国内3位くらい割高株ということで、今まで敬遠しとりましたが、ちょっと実験的に高値で取ってみました。成長性もまちまちなので、おすすめするような銘柄でもない気がします。買い推奨度は 10% です。2413M3。 最近あちこちでポツポツと話題になり始めました。 M3 が落ち目だとコロナ特需が終わり、 PBR7 倍以上の割高な M3 はまだまだ下落余地があるんだよと言われております。私の持ち株の含み損も日に日に増えていく惨状でございます。まあちょいちょいおすすめしとりますが、この銘柄は難品し続けていい銘柄だとは思いますよ。参戦する人がいたら難品前提の少額投資をおすすめします。買い推奨度は 30% です。9531東京ガス。私もホルダーなわけですが、バカ企業ということで悪い意味で話題になっております。ガス会社は電気と違って値上げ分がまるっと利益になっとったりします。消費者は意味のない値上げで生活を締め付けられとるわけです。で、私ら株主からするとガス銘柄安すぎるということで株を買うわけですが、東京ガスの IR によると、儲かりすぎて株主還元を従来の5割にしてたら配当が大きくなりすぎるから4割にダウンして余った金を環境意識高く CO2 削減に回すキリという無能な働き者みたいなムーブをして株価が急落しております。低所得者がガス代高くて深刻に困窮しとるんだから、金が余っとるんだったら値下げせえよと。そういうことです。まあバカ企業だとしたら人の心はないのかもしれませんね。買い推奨度は 1% です。
7453良品計画。近い未来、日本は昆虫を食べる文化を強いられそうなわけです。河野太郎とかいうどこぞのおっさんがコオロギを食べて美味しいとほざいております。太陽光、ワクチン、昆虫食と手を変え品を変えで利権が絡んだノイズを吐き散らかしとるわけです。小泉の息子のレジ袋もそうですが、政策に人の心が反映されることはぶっちゃけないわけです。明日からコオロギ食えと言われたら、選択肢を持てない小市民はコオロギを食べるわけです。良品計画が運営する無印良品もコオロギを推してます。認定農業者制度や補助金など建前から本音がだだ漏れしとるんですが、海水消毒は 0% です。てんてけてん、私は逆張り投資で相場を生き抜いてきました。一括投資、全力投資、信用取引は推奨していません。分散投資、積み立て投資、トルコスト平均法を推奨します。損切りはせずに難品しましょう。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。